んにちはな。こんにちは、ひらぎゆです。よろしくお願いします。ひらぎちゃん、初めての名古屋遠征なんでとっても緊張しているんですけど、なんかみんなで分けるような感じの曲ね、持ってきたんで、もしよかったら脇音さんたちはいっぱい湧いてくれたら嬉しいです。お願いします。ひらぎちゃん、ありがとうございます。では次に2曲披露させていただく曲なんですけど、皆さんスマイレージさんって知ってます？知ってる人いますかね？あんまりいない。知ってる？知ってる？スマイレージ知ってる？知らない。結構知ってる人多いと思うんですけど、宇宙天ラブって曲と夢見るフィフティーンっていう曲やるんで、もしよかったらミックスとかいっぱい言ってくれたら嬉しいです。ということで早速行きましょうか。皆さん声の準備しといてくださいね。ということで行きますよ。聞いてください、宇宙天ラブと夢見るフィフティーン。
ということでね。はい、ではでは続けていきましょうか。いけます？いけるな、いけそうやな頑張ってはい、ということでね、次の曲、そのまま聴いてください。夢見るフィーティーン。いくよ。には秘密の恋のボタンがあるのよ。今年の夏は負けない、去年みたいに弱くない。あら胸が騒ぐわ、小さいお尻だけなら誰でもできる。多分見知らぬ顔がいっぱいいるのでね、みんなねこぞってもうなんか奪い取りに来てくれたら嬉しいです。ということで、こんな感じかな。でこの後は名古屋 BLD さんでライブもあるのでって感じですはい、ということでね、普段は大阪中心に活動して走っていただいてるアイドルなんですけど、この後名古屋にも今年はいっぱい来るのでね、もしよろしければ、4月4日にも名古屋来るので、ぜひぜひね、ツイッターのフォローだけでもしてくださったら嬉しいです。ということで、最後の曲は、次の曲も最後の曲なんですけど、次も分ける曲ではあるので、ヴァンパイアっていう、ジャンヌ・ダルクさんの曲なんやけど、最初の、
イントロのとこは、パンパパパンパン、まだ行かないの方でやるんで、そう、まだ行かないってやるんで、みんなちゃんといつ行くの、今でしょってやつのやってね。ということで、指示はちゃんと出すので、お願いします。はい。ということで、最後の曲です。聴いてください。ヴァンパイア。信じてるラスト変わらなくていい愛されたいだけ今すべてをなくしてもあなたが欲しいすべて凍りついて粉々になりそうすべて吸い取って骨の髄までラスト配ってるのでも